そうだ俺トップ8だからトップ8の男で配信しなきゃ。忘れてた。ジェネシス X トップ8の男で。オツです。免許持ってますか？俺免許持ってないんで聞いてます。俺はジョージの煽りは聞かなかったけど、ゾンバに言われると聞いた。免許持ってない俺。大学には行ったけど。ジェネシス俺全然配信されなかったよな。ありがとうだ EGS とか、あとガクト配信か。ほぼ配信外なの受けた。俺マジ頑張ったよね。ジェネシスでもガチ疲れたよ。普通に何も言ってなかったけど、普通にガチ体調悪くて、 Wi-Fi も悪ければ体調も悪くて何もできなかったな。でコントローラー壊したのは普通に落としたから落としたから壊れました。コントローラーケントの試合の前に机からガッシャーンって落として、その時には壊れなかったんだよ。試合中突然 C スティックが効かなくなって C ステ縛りでやってた。上と下に行かなくなった。ちょっと待って、さ1個やりたいことあるんだけど、壊れた C スティックこのコントローラービュアーに呼び込ましたらどうなるんだろう。ちょっと見てみたい。本当に下行かないのかなちょっと待ってもうバグってんだけど。おかしい。 C スティックの位置がおかしい。みんなほら、通常の C スティックなのにおかしい。何も俺は触ってないのに。こういうことだったのか。もう下行かない。ほらあ、上にも行かない。これでやってた。1試合目空前しか出なかった。右の方向しか出せなかった。そりゃ勝てんわって思ったでしょ。故障しないコントローラーでやっても普通に勝てなかったソニックスいけるかと思いきや、もうあれだよ、パックマンソニックガン振りだよ。ああ間違えた。すいません、デマを流してしまい大変申し訳ございませんでした。ガン振りです。アメリカ渡ったら一瞬で勝てなかった。ローカルで体系3に 2-0 だし、本戦で剣に 3-0 で今5連敗してんのねソニックに。ガン振りです。あいつら日本の平日だからって舐めてただけだったわ俺のこと。ちゃんとやったら負けるんだなと思って。嘘つかれた。最悪や。なんかね、あの動画も消します。うん、嘘なんで。ソニックスに勝ちますみたいなクソ動画嘘です。あれ大変失礼いたしました。ガン振りです。悪口言った？いや事実ですあーやっぱ適当にやるんだ平日大会って。ふーん。ミーアさんにパック進めとか言ってたのも撤回ですか？はい、不可能です。パックマンを練習したところでソニックに勝つことなんで。平日の気合であれは無理。俺はやってんのに甘いんじゃねえよ。この仕打ちがこれかい。俺のせいで負けてた。コントローラーのせいじゃなくて。剣も俺のスマホのSIMじゃ会場で繋がんなくて、剣がワッチさんにねメール送ってもくれたりしました。いやマジね、ジェネシスのトップ8は本当に行きたかったからね。いやーもう人生の1個目標した感じだわ。あとこのカードはガン振りです。勝てません。スマブラの夢でしょジェネシストップ8。なんと SP になってからは4人ぐらいしかいないんだっけ。誰だっけ。ザクレアコーラと今回の2人だけ。すごい快挙なんじゃないでしょうかね去年マジクソトーナメントだったアコーラがさ、敗者側のトップ8前にいるなんてさ、ジェネシス以外ないじゃん。噛み合い悪すぎだったのマジで。ゴミトーナメントだって去年は。本当はあの位置ミュートエースだったのにあと日本人が MK レオに勝ちすぎて最近俺の肩身が狭いわ。剣がのんでりかましてくる。お前マカレより勝てないの僕も悲しいんですよ勝てなくて。それで悲しんでる人もいるんですよ。レオハラスメント。あいつ1回目負けたねくせに2回目勝っただけのくせにあいつ勝っただけのくせにおかしいんだけどあいつ2回やらしてもらったくせにな。違うだろそれは。一勝一敗ですって言え。ちゃんと勝ち越しじゃないと許さん俺は。コーラハラスメント。いや、ジェネシストップ8ハラスメントで対抗してる。あ、まだトップ8じゃないのガチガチで切れられるな、これ。これはちょっとガチで切れられるのでやめておきます。ガチ切れされたくないんで。ガチで落ち込んでたんで。気持ちが、俺もね、トップ12でなったことあるから気持ちが分かるゆえに言わない。次勝てば解決。まあさすがに次パックマン出すからな、カズヤ勝てそうないし、俺のカズヤ弱いし、パックマンででもね、負け続けてるんですよね、パックマンで。元祖負け続けてるんだよね、パックマンで。おいゼータの中にまだレオに勝ててない人が一人違うんだって、俺と、MK レオ俺とやるときだけ本気出してくんの。本気じゃないよ。ジェネシスの MK レオ本気じゃないよ。じゃあどこで本気出すんだあいつ俺とダバズの時だけ本気出してくる。あいつマジ強いけどなあいつ普通にまださ俺世界最強だと思ってんだけどね。なんか他のやつが勝ち出すんだよな。おかしい。なんで俺より強い人間が俺より順位が下なんだろう。意味不明。俺はまだ MKL が最強と言われたらはいそうですって答える。でもインクリングこれどうやって勝つの。レオのどのキャラがきつい。全キャラきついよ。レオの全キャラパックマン不利なのね。ジョーカーもベレスも、まあ、次はパックマン出すけどね一応。アイク出してもらったら勝てる気がする。アイクようやく。あとロボだね。なんかロボ出してくれたら勝つわ。ロボには俺負けたことないんで実はあんまりマルス普通に負けそうなんだよな普通に間合い管理とか引いてくるキャラ俺普通に嫌いだから。あいつガンマチじゃんマルスってキャラ。スイークに勝てたら優勝見えてた確定でスパーゴと当たるけど本当か。ようやくジェネシス初のカズヤ登板。ガチカズヤつかなかったよなマジで。ちなみにスパーゴはパックマンで勝てるあれ一切ありません。確率がゾンバいけると思ってるけどさ、なんかあの仕上がり見せられたらどうなんだろうってなっちゃうな。ゾンバ自信力だったけどね普通に。今でもそうなんだけどさすがソニックスとかスパーゴがあんな負けてるの見るとやばすぎじゃねってなるよ。今やればあるのではまあスパーゴとはマジで全然やってないから今やってみたいけど MKL を普通に UFA でやったしな。4ヶ月前言うて4ヶ月前ぞ。ファックマン使ってないからっていう視点もある。前はカズヤを多用していたので今回はまたパックマンに信用を戻してって考察してる海外勢いた。結果論中じゃん。結果論中結果中カズヤ使うトーナメントじゃなかっただけだって。なんで俺こんなに俺カズヤ使ってんのに捨てなきゃいけないの。それは楽するとかはするでしょ。まあでもね海外勢はパックマンで勝ってほしさあるんだろうと。